さんまさん。初めてですね、さすがに。なメッツ入ってるから。はい。まあ、試合前やからちょうどいいですよね、ちょっと。まあ、俺も試合前やから、はい、みんな試合前だし。はい、というわけで、今回なんですけども、はい、今日は何日でしょうか。11月の12日。12日じゃないですか。はい、ポッキーの日の次の日ですよね。はい、これ何の日か分かりますか。はい。何の日かと申しますとですね、はい、歌ってくださいよ。ポッキーの日の次の日です。違う。え、あの我らがユウトさんの誕生日ですよ。ユウト大先生のね、あの喧嘩、ユウト大師匠の、大師匠の大喧嘩島のユウト、大喧嘩島、関西喧嘩島最強の喧嘩島にも誕生日はあるんですよ。え、何歳になるんですか。いや、次何歳やろ。33歳か4歳ぐらいじゃないか。33歳、4歳、まあ、年齢はどうでもええやん、はいはい、え、じゃあもうなんか抱負とか決めてるんですか。誰が34歳になった抱負とか。俺が、はい、いや決めてない。俺ユウトさんちゃうから。俺あんな喧嘩ちまんちゃうし。あ、ちゃうんか。うん、あんな目座ってない俺。今日プレゼント買ってきててね。はい。じゃあその独自のルートで調達してくれた。はい。目上の人にプレゼントしたら、僕らプレゼントあげたことほぼなくて。ない、ほんまにない。しかもユウトさんも多分僕のこと結構ズボラなタイプやと思ってるから。そう。逆にドッキリになるんじゃないかと。逆にドッキリになるんじゃないか。だからそのドッキリの趣旨としては、はい。いつものようにまたボコられるじゃないですか。どうせね。半殺しにされるでしょ。はい。半殺しにした相手が、はい。半殺しにした後に、誕生日プレゼント渡してきたらガチのどんな気持ちなのやろうなと。どんなリアクションを取るの、はい、触って質感良くない。これは喧嘩島のユウトさんも喜ぶで多分。ユウトさんなんかシャイやからな。なんかちょっとせやねん。あ、一応照れるだけやと思うな。え、あの、じゃあ4は、あ、じゃあ当てようや。4はどういうあれになると思う。おう、ありがとう、悪いなみたいな、あ、感じで言いそう。シャイやし、ね、俺は、あの、おう、おう、ありがとう、うん、で、
それだけしかとか言ったら、うん、あの顔真っ赤にしてる。あの人酒飲んでないのに顔赤くしちゃうねん照れて。いや酒飲んでたら結構なんかこうフランクに言ってくれんねんけど、そうやねん、白粉の時ちょっとなんかこう照れはんねんな、まあ、照れるとこあるから、そういうのも面白いなと思って。そういうあの喧嘩自慢の、うん、あの照れた姿ってあんま見れることないじゃないですか。そうやね、うん、だからあのこの間に照れた後に、うん、あのボコボコにしてるやつの、うん、とかの後に照れた感じのやつとかさ、あー挟んで挟んであの目いってる時のそのゆうとさんの強弱をお届けするじゃあお楽しみにしてください。お楽しみにしてください。とりあえず僕は今から殴られるのはダメってことね、はい、頑張っていきます。あー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 Happy birthday to you! どうしてるの？歌えよみんな！Happy birthday to you! ゆうとさーん！ゆうとちゃうよこんなん！ボールのコードからあの、これサプライズでしようと思ったんやから、これやっぱドッキリはレアらせてやるな。ボコボコにされすぎて。いや、俺ほんまにいいなんだよ。シャレなすぎて。いや、どうしてるの？はい、また早くに行きました。あ、そう。おめでとうございます。ありがとう。いいの。半殺しにしたやつからプレゼントもらったら、ゆうたさんはどんな反応するのか。いや、今日ほんまいい感じでフルボッコしてくれたもん。いや、だからこの後にもう一回やったらもっとやったもん。嬉しい、嬉しい。いや、返して。まだランニングしてる。走ってる。ランニングしてる。あ、違うな。ちょっと似てるなと思ってな。そこに置いたのと似てたのちょっと。大丈夫でも。かぶってた一緒になるよな。いや、かぶってへんやもん、多分。でも一応最新なんすよ。あ、そう、今何年か。はいはいはい。おー、ええやん。これええやん。マイスリーのパーカー良くないですか？いや、いいよ。ええよ。はい。まあ、こんな感じでね、いずれゆくゆくはもう力が大事に出ますから。マジウムだよ、これ。あれ、こんな、頭痛っ。まあ、こんな感じでね、いや、ありがとう。いや、こんな、じゃ足りへんぐらい死ぬほどお世話になってるんで。まあ、ほんまにね、確かに。はい、あの気持ちだけなんですけど、おめでとうございます。まあ、検証結果、こんなヤンキーというか最強喧嘩自慢でも、プレゼントあげたら喜ぶよな。照れる照れる。ゆうさん、こっちちょっと見てください。お酒飲んでるんですか？めちゃくちゃ顔わかないですか？かわいい。殴られっぽくて。いやいや、お前にあれまだよろしくお願いします。まだよろしくお願いします。次プレゼントあげるときは来日出場決まったときとかやな。あ、そうやな。来年には多分もう決まると思うの。まあ、次プレゼント欲しいんやったら頑張って来日出てください。わかりました。来年多分絶対リアルじゃないですか。でマジで来年このゆうさん来年やってるんですよね。いや、それはもちろん大会増えてきてるしな。大会どんどん来年増えてきてるんで、そう、熱いですけどね。これがお宝映像になるかもしれへんからな。そうや、後々もう遊んでくれへんかもしれへんもんな、来年なんか。多分遊ばないよ。冷た。遊んでくれよ。まあ来週試合ないけど、はい、これも買ってこのまま波に乗ってライジンまで行きたいな。じゃあ今年中ライジン約束で。今年来年やん。あ、来年か。今年なんですね、多分。この1年。あ、この1年。この1年。じゃあそのゆうとさんのストーリーもちょっと楽しみにしておいてください。はい。インスタのアカウントとか貼ってるんで、はい、フォローよろしくお願いします。お願いします。大丈夫。ありがとうございます。よっしゃ。君の明日は君のため、誰のために来るの？周りが押し付ける常識は自分自身に問いかけろ、正解はお前だ、自由に。